はいどうもこまるわです。まず最初のコース、ミスをすればするほどゴールが近くなる城。どういうこと？ゴールって動かせるの？やってみたいと思います。なんだこれ、なんかいきなり出しちゃいけないものを出した感じがするんだけど、これ浮いていいのかな。これミスじゃないよね特に。もうこれダメでしょ。絶対作者の裏ルートじゃん。はい、なんかどっか来ました。これは？これ別にミスじゃないよね。不正はなかった。あー、ずるい！そういうのしてくるの。はい、これもう積んだ。やり直します。まあ、じゃあ普通に行きましょうか、まっすぐ。あれは何だったかっていうのは最後にわかると思うから、最後見ていきます。10コインゲット。まあ、今のところミスない。危ないな。これは、なかなか難しい。ミスった。これで難しく。あー、なってるね。みんなこの仕組みなんだね、難しくするの。はい、じゃあミスるほどゴールが近くなるってことは簡単になってるってことか。これは鍵入っていいのかな。ジャンプしたら積むんだよね多分。やっぱそうだよね。じゃあ入っていきます。まあこれもらった方がいいってことでしょう。うん、落ちた。まあ今のところ難易度的にはレベル3っていうのかな。待って。あ、まあ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 、今のはわざと死んだみたいなところありますから大丈夫ですよ。これはだから上に行けばいいんじゃないの。あ、取っちゃった。ちょっと待って、入れないんだけど。はい、積みました。じゃあとりあえず最高難易度でやってみます。このままクリアできたら別に問題ないよね。なんだよ。僕すごい技今使った。あ、待って待って待って。ああ、まあ、僕には黄色がお似合いかな。赤色っていうのはちょっとね、燃え盛る炎的な意味で難しいところあるからね。ちょっと何言ってるのか全然わかんないけど、 OK。 入っていく、降りていく。これはかぶっていいのか。難しいよこれが一番。これ上行っていいのかな。多分緑色に来るのかな。ん？降りもしない。どういうことだ。これどこへ向かってるんだ。難易度今一番簡単なのかな。真ん中くらい難易度下か。難しいよ。どうやって行くんだ。はい、なんかどんどん下ろされてきましたが、緑色まで来ました。これはどうなんだろう、難易度的にどのくらいなんだろう。勝手になんか取ってるね。入っていいのかな。はい、ありがとう。もうゴールめっちゃ近そう。ゴールまでの距離1メートルくらいじゃない、すでに。これは入るしかなさそうだね。ここでジャンプし、無駄にジャンプとかしたら積んじゃうんだよ。あー、もう緑色。じゃあこれより簡単な青色があるってこと？行きたいんだけど。こう行って。ちょっと、青色行ってみようみんな。はい。わざと食らっていきます。さて、一番簡単であろう青色のとこへ入っていきます。ゴールまでの距離どんくらいなんだろうね。お、なんかでも変わんないな。あ、鍵取ってない。ってことは青色の方へ行けるんじゃないか。ここをジャンプせずにちゃんと行って青色まで来ました。さあこのままゴールだったりして、めっちゃゴールっぽい。こう行って降りて、でも特にゴールないよ。クッパいるよ。僕これ倒せないかもしれない。 OK。 あ、倒さないとダメなんだね。了解です。ほい、これ踏めばいいんだよね、3回くらい。あ、痛い。 OK。 でめっちゃ簡単。近くなる以前に簡単すぎるんだけど。ああ、おめでとうって出てる。これでゴールしても腑に落ちないんだけど。まだクッパいる。ちょっと待って、勝手に死んだ。やだこんな勝ち方。はい、みんなちょっと待って、一番難しいのでゴールしてみたいと思います。それでは赤色土管入っていきます。まあ、ぶっちゃけ赤色って言ったところでさ、一番ゴール遠いわけでしょ。ゴール遠いってことは逆に言うと経験値が溜まっていくから、僕にとっても経験値が溜まることによって将来的な意味で僕へのゴールが近くなるんじゃないか。 OK、 避けていく。まあ、簡単でしょこんくらい。なんだ、なんか嫌な予感するな。これもう過ぎ去っちゃったとかではなさそうだね。乗っていきます。フラワーっていうかファイヤー避ければいいだけでしょ。簡単だよ。こう見えて僕あれだからね、あの A 隊だからね。あ、でここへ戻ってくるのか。マジ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 、スピランじゃんこれ。さて皆さん、あの続きまあ大体わかるのでもうやらないことをしました。でこれ最後に見てみたいと思います。どこへ通じてるんだろう。ドア入っていきます。わざわざドアが仕掛けてあるってことは、待って、これさ青色ランクへの扉じゃん今思えば。で青に入っていって、また青でゴールするって感じか。じゃあもうゴールのシーンだけ見せます。ありがとうございます。続いてのコース、間違い探しやってみましょうか。さあ行きましょう。どんな間違い探しだろう。とにかくむずいって書いてあったのでめちゃくちゃむずいんだと思います。全部で5問あるみたいです。何この上の仕組み。これ上のさ、ハテナブロックを押さないと答えわからないとか。なんか、あ、これ真ん中だね。このトゲ像が違います。まあ一番最初なので簡単ですね。え、何これ、嫌な予感する。あどういうこと。これ真ん中だよね。
これどうやっていけばいいの？こうか。で、あ、そういうことね。上に跳ねていって、空いたから今行っていいのか？これバネ持って行っていいんじゃない？このバネ使いそう。このまま行きます。このトゲ像が違いますよと。さあ、第2問目。中間地点。ありがとうございます。え、これ簡単じゃないの？またトゲ像が左じゃない？めちゃくちゃ簡単なんだけど大丈夫かな？はい。え？難しいですって書いてあったんだけど。OK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 。はい、正解。え？トゲじゃないの？これ。え？答えのやつが全然わかんない。え、でもトゲだよね。明らかに動いてるトゲと動いてないトゲの違いがあった。あ、ちょっと難しくなったね。さあ、第3問目。え、簡単簡単。ちなみに真ん中ではないです。はい、じゃあ答えいきたいと思います。一番右の P スイッチが違いますね。あの下らへんの。どうだ？ボン。これバネいるのかな？最後まで持っていかないと積むとかそういう感じかな。OK、正解ですと。さあ、第4問目。お、これも簡単だ。めっちゃくちゃ簡単。ちなみに右ではないです。はい、答え合わせいきます。真ん中のハテナが P スイッチになってます。なんだこのめちゃくちゃ難しいって言っときながら簡単なやつは。一番最後は難しいのかもしれない。これ拾っといた方がいいよね。鍵ゲットした。はい、ラストいきましょう。ファイナル。はい、鍵ゲットありがとう。ドン。うわー、難しそうこの最後だけ本気出してくるパターンのやつだ。うわ、わかんない。本気でわかんない。はい、わかったこれ難しいって振りだね。ちなみに右ではないです。さあ、どれでしょう。正解はこの真ん中のなんて言うんだろう、ちくわブロックみたいなのが真ん中の下ら辺にないです。真ん中だけということで、どうでしょう。ドゥッドゥッドゥン。はい、どうだ。正解だ。難しいって書いてあったんだけどな、概要みたいな。はい、ありがとうございます。バネいらなかったね。続いてのコース、簡単だと思います。本当に簡単なのかな。でも一応クリア率が 40% くらいあったので簡単だと思います。これを入って、で、はい、裏になんかいるな。ここになんかいると思う。だよね、だよね、そんな気がした。あれ、でも上だけ×がないってことは上に当たれば大丈夫かな。ここじゃない？ほら、いけたこれちょっと反則だね、×の位置見るの。ありがとうございます。続いてのコース、バーの裏を通り抜けて、こちらは簡単だと思いますの続編らしいです。やってみたいと思います。続編ってことは同じパターンじゃないの？また×の位置を見ればいいんじゃないの。こうやって一回し、あれあれ、あ、一発クリアしちゃった。ちょっと待って、死ぬパターン見てみよう。さて、死ぬパターンを見てみましょうか。多分でも一番下にだけ何もなくて、上にはあるのかな。さあ、バツの位置は、え、下死んでるよ。待って、僕運良かったんじゃないこれ。多分ね、何かが、この敵が何か上下に動いてて、で、ちょうどいいタイミングで、あれ、わかんないやわかんないやなんでくれ、え、なんでバツついてるの。ついてのコース、3秒で鍵を取れ。こちらのコースは3秒以内に鍵を取らないと、時間制限が来てしまい、こうやって取れなくなるみたいです。やってみたいと思います。さあ、行くぞ。まあ、これは最初簡単だよね。結構クリア率が低かったから難しくなっていくと思います。まあ余裕だよね、鍵取っていく。はい、 OK。 これちょっとなめプしてもいいんじゃない。なんかね、こうやって取って、あ、来るか来るか。はい、セーフ。はい、セーフ。危ない、死んだかと思った。さて次、これは、え、何すればいいかわかんない。こう言って戻るのか。みんな見てて、今から一回も死なずにゴールするから。これで中間地点。え、え、早くない、早くないですか、パックンさん。あ、でもクリアできてる。あ、絶対間に合わないようにできてるんだ。なるほどね。さて次行きます。これは甲羅を蹴って、あ、待って、みんな落ち着いていこう。甲羅持って蹴るで入る。 OK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 。 さっと冷静に判断して素早く行動しよう。え、わかんないわかんないわかんない。これ何すればいいの多分予想なんだけど、これ一回押す、もう一回押す。いや、一回でいいかな、一回で良さそうだな。さあ行きましょう。これで鍵を取って、はい、 OK ゴール。さあ次なんだ。
時間ないぞ。これは余計危ない。奇跡のジャンプだった。え、待って、どうすればいいんだ。土管入っていいのか。入ります。え、でも今何もなかったよね。大丈夫だったよね。あ、ゴールっぽいけど、これ時間制限いっぱいになったらどうなるんだ。降ってくる。よし、戻ってきました。まあこれ余裕だね。はい、ゴール、ありがとうございます。